どうも、農水省の福本でございます。今日はまたまたたまたまポストに入っていた国産マダイ先輩を使って簡単炊飯器鯛めしを作りましょう。まずは鯛に塩を振って15分ほど置き、出てきた水気を拭いたらフライパンで両面焼きます。鯛が焼けたら研いでおいたお米に調味料と昆布と鯛を入れて一緒に炊いてしまいましょう。うわ、美味しそう。ご飯が炊けたら鯛と昆布を取り出し、身をほぐしながら骨を取り除きましょう。最後にご飯と混ぜ合わせれば完成です。それじゃあ早速食べましょう。さあ、お味は？いただきます。うん、美味しい。食べずに日本、食べずに日本です。美味しい鯛。国産食材をたくさん食べて今日も元気に過ごしましょう。ごちそうさまでした。以上、農林水産省でした。ご飯おかわりもあります。